状況によってやりながら、できるだけ対戦相手に分析されないように、分析しづらくできるようにしていきたいなとですね。いやらしい監督ですね。まあ次行きましょう。はいはい、はい、あ、これですね、はい、鹿児島実業ですね。もう片野坂監督といえば鹿児島実業。俺つい最近知ったんですけど、あのキックオフイベントで果実だったんやと思いながら、で前園さんと同じって聞いて、ああそうだったんだと思って、はい、え、それはもう片野坂さん、それはその時はポジションはどうだったんですか。僕はボランチをやってましたね。ボランチとかセンターバックとか結構、まあ、一応散らしたりとか、はい、後ろでこう守ったりとか、そういうのをやってました。もうディフェンスならどこでもできるって感じですね。そうですね、中盤もできるし、ね、高校の時はいろいろそういう回されたりとか、まあ、器用にこう使われたりとかすることがあって、でも高校2年の時に左のサイドバックをやるようになりました。いやもう僕の中では左のサイドバックしかイメージないんですけど、はあ、だから高校1年生の時はもう前目をやってましたよ、ウイングとか。あ、そうなんですか、はあ、でだんだん落ちてきてボランチやったりで、左のセンターバック、左のサイドバックやって、で3年生になったらボランチやったりとか、後ろのディフェンスやったりサイドバックやったりとか。いや俺も大分時代の僕が右サイドで片野坂さんが左サイドでっていうのがもうすごいイメージがあって、ね、よう動いてましたね。いやもう火事ほどもう動けなかったけど、いやもう僕あの時は本当サッカーしかしてなかったですもん。もうなんか全然人とも喋れなかったし、喋る暇なかったでしょ、あんだけ練習の前の準備とか、練習終わった後のケアとか。いやでもいい先輩いましたよ。でももう、ね、いろんなもうタイプの違う性格もいろんな人それぞれのね。はい、次いきます。あ、はい、監督として誇れるところ、至らないところ。至らないところとかあるんですか。指導者として指導力のところはもっともっとこう選手にアイデア出したり、選手とこうチーム作っていく中でももっと多分素晴らしい指導者はたくさんいるんで、そういうのは自分がもうトレーニングしてても、あ、もう少しこうすればよかったなとか、あ、こういうふうに伝えればよかったなとか、やっぱその反省は常に練習の後とか試合の後とかあるんで、まあ、やっぱりまだまだ自分が学びが足りないし、成長はしていかないといけないなっていうのは感じてるんで、うん、至らないところばかり、それとスタッフとか選手に助けられてるところも多いですね。誇れるところはありますか。誇れるところは、いや僕はでもその一発ギャグとかそういうのやれるところは多分すごいと思います。あ、確かに、まあ、なかなかやれないですよ、うんうん、なんだろう、選手がそれで集中してくれたり喜んでくれたりやる気になってくれるんだったら何でもやろうと思いますし、でサッカーが盛り上がったりガンバ大阪が注目されるんであれば協力したいし、まあ、その辺のメリハリというか、ガンバのためにできることはやりたいなっていうところのその意識はまあ、しっかり持ってる方だと思うので、その辺は誇れるところというか、まあ、監督としてあんまりその何がダメとかじゃなく、いいこと悪いことはしっかりと自分で判断しながらもできるだけ協力できるような形はしていきたいなっていうのは思ってはいますけどね。それぐらいかな、それが誇れるかどうかわからないですけど。あともう酒が強いとかね。いや弱くなりましたね。お酒はどのぐらい毎日飲むんですか。だいたい、まあ、そんなたくさんじゃないですけど、たしなむぐらいは飲んだりはしてます。監督のたしなむはちょっと異常な感じしますね。なんか
いやいやいや、全然全然。そんなことないですか。はい、ちなみに趣味って何ですか。趣味はね、大分にいるときは温泉が近くにすごくあって、まあ家事も知ってるように、はい、温泉にずっと休みのときとかは、はい、1、2時間行ってぼーっとしたりとか、サウナ入って汗かいてってしててリフレッシュしてたんですよ。だけど大阪来て温泉がなかなかなくて、またこの新型コロナもね、今そうなのでちょっと行けてないんで、なかなかリラックスというか、そういうリフレッシュすることができないんで、ちょっと残念なんですけど、早くコロナが収まってまたそういったところでも行けるようになれば、温泉巡りとか。監督、見た目のまんまですね、趣味もガチガチの。そうですか。もっと意外な、なんかもう、いやー、なんかハーレー乗り回しますみたいな。あ、まあ、前は乗ってたんですけど。乗ってたんですか前。乗ってました。え、本当にですか。はい、本当に持ってて、もう今もう売っちゃったんですけど、乗ってました。ワイルドだろって感じですね。やりたいことは、うん、一つ時間があればやってみたいなっていうのは、ソロキャンプに行ってみたい。あ、僕やりましたよこの間。あ、やりました。家事散歩で。こちゃこちゃちょっと塩ね、ちょっと塩。あ、でもなんかね、一人の時間もいいとは思いますね。いろいろ考え事も。そうなんですよね。だからそういうのが、まあ、自分にとってもリフレッシュになるし、そういうゆっくりこういろんなことを考えられる時間っていうのも、こうシーズン中はやっぱり常に練習があったり試合があったりなんで、なかなかこう時間をそういったところに使うことができないんで、ソロキャンプとか、まあ、ゆっくりこうコーヒー飲みながらとか、お酒飲みながらとか、焚き火をぼーっと見たりとか、なんかそういうのもいいなとか思いながら。新型コロナ落ち着いたら、僕とキャンプ行きましょう。いや、ぜひぜひ。いろんな話ね、はい、昔のこととかこれからのこととか、はい、みんなでね、また行きたいですね、はい、いろいろ話したいですね。ちょっとほんならもう最後になりました。ちょっと、はい、これは大きいですね、これは。はい、はい、ファンサポーターの存在ですね。どう、監督にとってのもうファンサポーターっていうのは存在は。いや、大きいですね、ありがたいです。本当にやっぱりこのパナスタがもう4万人ですかね、満杯になって、その中でガンバが躍動してるっていうような試合、そしてその試合で勝ってガンバクラック、をやるっていうのはすごい気持ちいいだろうなと思いますし、そうやってまた一緒にこう喜び合えることで、また我々もすごくまたモチベーションも上がりますし、またこういう経験をしたいっていう思いにもなって、次へのステップになるかなというところで、やっぱりこのパナスタってすごく反響するんですよね、声が。なのでやっぱりサポーターがたくさん入って、そうやってまた応援してくれたり、今は手拍子だとか拍手とかで応援していただいてます、応援していただいてくれてますけど、試合終わった後も挨拶に行く時も、川崎戦でああいうことがあったとしても、すごいなんか拍手で讃えていただいたので、すごいありがたさを感じます。そしてまた今度こそは勝つゲームができるようにっていう思いになりますし、一緒に喜び合えることがたくさんできるようにしたいなというふうに思いますね。そうですね、もういつもでも試合終わった後もスタジアム一緒に選手と一緒に回ってますもんね。はい、もうありがたいので、やっぱりしっかりと勝った時も負けた時もどういう状況でもちゃんと回って、一緒に感謝を伝えたいですし、喜び合いたいなと思います。まあ、またね、これからもまた試合は続きますけども、まあ、今年のガンバ、強いガンバを取り戻してもらうためにも期待したいと思いますし、はい、片野坂監督の、ライン際での、またジェスチャー大声、期待しております。はい、ありがとうございます。今日のゲストは片野坂監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。また今回のゲストは家事散歩、こちらも初登場でございます、石川圭選手に来ていただきました。どうもよろしくお願いします。
コミュニケーションを取ってやれてるのかなとは思っています。この真面目な性格腹黒いんやろな、でも